はい、よろしくお願いします。福岡、佐賀、小倉、南でドラムのレッスンを行っています、大竹と言います。よろしくお願いします。遠方にお住まいの方も LINE の限定、LINE のビデオ通話レッスン、そしてメソッドをしっかり受けたいという方は、YouTube の限定公開動画レッスンで僕のレッスンをご受講可能ですので、下記概要欄にお問い合わせください。また練習メニューの組み方、目標の設定などでですね、悩んでいる方は、上達プログラム、コーチングレッスンというのもやっておりますので、そちらも興味がある方は下記概要欄よりホームページからお問い合わせください。ドラムの講師をしておりますといったら、今日はこのパンデーロの、練習動画を撮ろうかなと思います。本当はですね、コロナウイルスの緊急事態宣言中に自宅で練習しよう的なので撮ればよかったかなと今日になって思ったんですが、まあ今日はですね、生徒さんの復習動画用的な形でちょっと撮ろうかなと思います。パンデールの基本パターンというのは、前僕もちょっと動画に上げていますし、いろんな方が上げています。で、例えばロールとかを使ったちょっと難しいパターンみたいなのもいろんな方が上げております。で、僕はまあその基本パターンをやるっていうよりは、それの応用練習、アドリブを聞かすための練習を今回ご紹介しようかなと思います。まず用意するものは当たり前ですけど、パンデールとこれですね、シンコペーションブックです。これドラマーじゃなくてもパーカッショニストじゃなくても、もう全ミュージシャンが買った方がいい教本になりますので、ぜひお買い求めください。 Amazon でさっき調べたらなんか939円でした。なんかちょっと値下がりしてて、その高くないですしね。で、この教本はそのまま使うわけじゃないんですね。基本的にはそのまま使ってもいいんですけど、誰か先生について、その先生と一緒に応用していって使っていく教本になっております。今回僕が使うのは珍しいページ10ページからになります。昔のシンコペーションブックではどうもページ数が違うらしいですが、まあ最近こう、また僕も、ですね、6年前ぐらい購入してるんで、まあここ、まあ6年、7年ぐらいまでの間に購入された方は、僕とおそらくページ数が合っていると思います。10ページですね。これレッスン4と言って、こういう感じのところのページになっております。で、今回パンデーロでどのような読み替えを行っていくかというと、まあ、この先の10ページ以降もやっていくんですが、とにかく何が何でも1拍目と3拍目、1拍目と3拍目、つまりドラムのダウンビートの位置は、もしくはベース音を出します。とにかくベース音を出します。サムだろうが、ツーだろうが、どっちでも。で、2拍目、4拍目、スネアドラムですね。ドラムで言うバックビートの位置は、スラップ音。ツーでも、そしてサムでも、ちょっと難しいですが、親指のこの側面では、同じような音が出せるようにしておきましょう。はい。後ほど3連符やるときはちょっとやり方変わりますが、基本的にはとにかく1拍目と3拍目の頭に音が来たらサムか、これでとにかくベースの音を出す。2拍目、4拍目だったらスラップの音を出すというような感じになります。今からやるのはこのドン、パン、ドン、パンをキープしながら、いろんなジングルの音を操ってみようというのを初歩練習になります。ただ、その初歩練習をやる前の初歩練習を一個やってみましょう。どんなことをやるかというと、チェンジアップを行います。まず、まあ、サム側から行きましょうかね。サム側から、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーができたら、ワン、ツー、スリー、円の音、ジングルの音を言います。次は3レベル。1ピッタ、2ピッタ、3ピッタ、4ピッタ、1ピッタ、2ピッタ、3ピッタ、4ピッタ。パンデールを交互化して交互にヒール、2ヒール、2打ちながら、ドン。で、最後16、1E and a 2E and a 3E and a 4E and a 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a、 これをゆっくりつなげて、できたら今度はこっちからスタート。1、2、3、4、
ていうような感じで言います。これ、今音を上げていきましたよね。ワン、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、減らしてもという感じで、だんだん増やす、だんだん減らす、両方練習しておくと良いかなと思います。ひとまずこれやってみてください。パンデードでチェンジアップですね。チェンジアップなんだけど、音を変えつつ、1拍目、3拍目はベースの音を出す。2拍目、4拍目はスラップの音を出すというようなので、やっていくわけです。で、それを応用、さらに応用していくのが、このシンコペーションブックのメニューなんですが、すみません、話前後しますが、10ページ、11ページを開きます。先ほどと一緒です。とにかく1、3拍目はベースの音、2、4拍目はスラップの音を出します。で、間、つまり、この10ページ、11ページだったら、8分音符までの細かいのが書いてあるね。1、N、2、N、3、N、4、N で、裏のタイミングでも音符が書いてありますよね。裏のタイミングはジングルを叩きます。1番のパターンは、タタタン、タン、タン、ワン、エン、ツー、スリー、フォーっていうパターン書いてますけど、これでやるなら、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ワン、エン、ツー、スリー、フォーっていうことになります。で、どっちから始めてもいいです。親指側からスタートでも、指先側からスタートでもどっちでもいいです。なぜなら結局ぐちゃぐちゃになるから。で、どっちから練習して、どっちからも練習した方がいいですが、結構普通にドラムみたいに、みたいな感じで使う場合はこっちからスタートの方が多いですね。ただ、タンバとかみたいな感じで伝統的な感じで使う場合はこっちから、サブ側からスタートすることが多いようですね。私はドラマーからこっちに発展しているので、結構こっち側から始めることが多いです。内容分かりましたでしょうか？ちょっとですね、説明だけでは難しい部分もあるのと、テキスト、だからシンコペーションブック見ながらじゃないとより難しいと思います。ちょっと分からなかったという方はレッスン時にまたお尋ねください。というわけで一応参考演奏で、11ページの20バーエクササイズの1列目をやっています。1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4 and っていうような感じになりますね。ちょっと2列目早くやると1 and みたいな感じになりますね。ちょっと変則的8ビートみたいなのを刻みます。で、ちょっとページめくりまして、12ページ、13ページは、これですね、16分音符の範囲で、要は、1、E、N、だ、2、E、N、だ、3、E、N、だ、4、E、N、だ、みたいな感じで書いてありますが、これはですね、シャッフルで読んでください。1、ティッタ、2、ティッタ、3、ティッタ、4、ティッタ、シャッフルビートの練習にします。さっきとルールは一緒です。とにかく1、3拍目はベースの音、2、4拍目はスラップの高音を出します。間に入るリズム、拍頭以外のリズムはすべてジングルで叩くということになりますね。1番をちょっとやってみます。12ページの1番やってみると、ワンティッタ、トゥティッタ、スリティッタ、フォティッタ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 。なんか間違った気がするけど、まあいいか。ちょっともう一個練習やっていいですか。じゃあ、5番。5番やってます。12ページの5番。シティタ、フォティタ、ワンティタ、トゥティタ、シティタ、フォティタ、ワンティタ、トゥティタ、フォティタ、ワンティタ、トゥティタ、フォティタ、ワンティタ、っていう感じになりますね。というわけでまた参考演奏で13ページの20バイエクササイズ1列目をやってみたいと思います。ワンティタ、トゥティタ、シティタ、フォティタ、ワンティタ、トゥティタ、シティタ、フォティタ、ワンティタ、トゥティタ、シティタ、フォティタ、ワンティタ、トゥティタ、シティタ、ちょっと早めに2列目。あ、ですね、ごめんなさい。で、これ今どういう手順でやってるかというと、とにかくずっと交互なんです。ヒールで叩いた次は絶対サブ。どっちの、どの音を出す状態でもとにかく交互にやっています。とにかくひたすら交互に。
ドラムで言うとオルタネート打ち状態でやっておりますね。はい。で、ひとまずちょっとこれで最後まで行かせてください。14、15ページです。これ3連符なんですが、パンデーロの場合3連符の方が簡単です。で、3連符の場合はサムスタート、親指スタートの方がいいです。なぜかというと、奇数の音符になるので、こっちからスタートすると、絶対1、3拍目はですね、親指でベースが打てるんです。基本的にベースの音は、こっちよりもこっちの方が出しやすいんですよね。で、スラップの音は、もう親指よりもどう考えても指先の方が出しやすいんです。なので、3連符の場合はもう基本こっちからスタートだけやったらいいと思います。1番やってみると、ワンティタ、ティティタ、スティタ、フォティタ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 。という感じになります。参考例15ページの 60 by exercise 1列目いきます。ワンティタ、ティティタ、スティタ、フォティタ、ワンティタ、ティティタ、スティタ、フォティタ、フォティタ、ティティタ、スティタ、フォティタ、ワンティタ、ティティタ、スティタ、フォティタ、っていう感じです。ちょっと2列目早く。こんな感じになりますね。はい、じゃその次、ちょっと難しくなってきます。16ページ、17ページはですね、3連符と8分音符の組み合わせです。まずカウントの仕方は、1、2、3、2、3、4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 、
で、今回のエクササイズはここで最後になります。22ページ、23ページ。16ボンプと8ボンプの組み合わせですね。参考例で1番やってみると、1 and a 3 and a 3 and 4 and 1 and a 3 and a 3 and a 4 and a 1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 6ボンプと8ボンプは同じ16ボンプ属性の音符なので、ずっと 1E and a 2E and a で構わないんです。カウントですね。では、23ページのところ行きたいと思います。20バーエクササイズ1列目。1 and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 and a 4 e このページ言わせたけど、このページはこっちスタートで行った方がいいです。こっちスタートで、ベース音はこっちもの方が鳴らしやすいですけど、確かにこっちでもそんなめちゃ困りはしないですよね。ただスラップ音はこれとこれだったら圧倒的にこっちの方が鳴らしやすい。こっちは非常に鳴らしづらいので、できる限りやっぱこっちにしたいんですよね。でもっとなんなら平手でポンで叩いた方がいい破裂音がするので、そういうのも含めてこの22、23ページは2スタート、指先スタートでいくのが良いかと思います。じゃあ23ページの2、20バーエクササイズ2列目いきます。1、2、3、4。これだけでももう結構演奏になりますよね。という感じで。で、これでジングルをどんどん操っていきます。で、24ページ以降もですね、実はこの内容でやるととっても面白いんですが、ひとまず今日はここまでですね、基礎編になります。先の、も結構面白いですね。で、その先の本来のシンコペーション、本来のではないけど、よくみんなが使うシンコペーションブックのページ、38ページからの応用練習などもあります。これもすごい面白いんですけど、このパンデーロっていう楽器はいろんな、奏法があって、開発していくと面白い。ロールとかみんな多分ちょっと爪が伸びてるけど、爪は切ってね、爪は切らないとこんな風にロングロールができなくなるんだよね。爪が曲げるっていう感じになりますが、そうですね、爪は切ってください。はい、まあこういうロール系の技とかですね、いろんなところでロールしたい、かかとで打つのとか面白いし、僕はあんまり使わないですけど、ここら辺を持って、だから、つまりですね、ここを叩いてですね、みたいなことをやる人とかいました。あと、こうやって言ってる。僕のやつはあんまりここがですね、結構遊びがないか、音しないんですよ。あまり上手にできませんが、これもですね、もうちょっと僕のように遊びのあるパンデューダだ。これの音が良くして面白いらしいんですよ。なんかいろんな奏法があって、それをまたシンコペーションブックで応用していくと非常に面白いですね。はい、というわけで、こういう楽器の、面白いレッスンもやっておりますので、まあ、パーカッションも興味がある方、あとパンデーロ、コンガ、ボンゴ、カホン、シェケレができます。はい。興味がある方は、またそれも概要欄からお問い合わせください。というわけで、まあね、また、そうなってほしくはないですけど、コロナの第2波とか来た時はまたステイホームとなりますので、そういう時はですね、このパンデーロくん、ちょっと音大きめではあるので、僕もちょっと今日抑えめ叩きましたが、自宅学習におすすめの小さめ楽器でございます。ほんとコンパクトでいろんな音が出せます。
おすすめです。で、そんなに高くないので、ちょっと高いですけど、まあでも最低2万近いものはご購入された方がいいかもしれませんが、ね、まあ安いのでも楽しいと思います。検討してみてください。別にパンデール業界の回し物じゃないですけど、パンデールおすすめでございます。お疲れ様でした。